今日はですね、MotoBasicのサブチャンネル、MotoBasic Plusの撮影を久しぶりにやっております。MotoBasic Plus、MotoBasicのサブチャンネルですが、随分放置してしまってですね、つい先日は高尾山の映像を上げたばっかりなんですけれども、これからは、ビデオブログ的にこう緩い撮影スタイルでちょい更新していきたいと思っております。それで今日はですね、MotoBasic屋外特設スタジオというか普通の公園ですけれども、撮影をしております。カメラは1台で三脚すら使わないというかなり乱暴な撮影スタイルでお送りしたいと思います。で、今日はですね、なぜ私が撮影しているかというと、久しぶりにバイク用品を買ったのでそのご報告と、レビューというかですね、今日は開封編かな、開封編とかいうと、有名な YouTuber の方みたいですけども、ちょっとですね、新しく買った商品を皆さんにご紹介したいと思います。何を私が買ったのかというと、これでございます。はい、ご存知の方もいるかもしれませんけれども、デイトナさんが出しているクールロボ2イージートークという、いわゆるインカムですね。インカムとしてはかなり安価なというかですね、リーズナブルな価格の製品だと思います。で、この程度のインカムというのは Bluetooth 使っていることが多いんですけれども、これはですね、このジグビーという 2.4GHz 帯の、近距離の通信規格を使っていて、Bluetooth と同じような、近距離の通信規格ではあるんですけれども、こちらはですね、あまりメジャーな通信規格ではないということで、おそらくですね、認証のためのそういった、お金ですとかそういったものが、おそらく安価なのではないかと思います。そのため製品の方も価格それなりに安くできたということなのではないかなと、思っております。で、こちらですね、通信時間最大10時間ということで、これだけ持てばですね、かなりいいですね。で、これ、私がこれを購入した重要な理由の一つでもあるんですけども、これ1対1ですね、2台セットになってるんですけども、基本的にはセットになってる個体同士での通話ということになっています。実はですね、明日ツーリングに行こうと思ってるんですけども、うちの嫁を連れていくということで、そういった場合にですね、何が一番重要かというと、やはり通話が確実につながるということが最も重要で、うちの嫁はですね、U ターンするのも苦労するような大型免許を取得しても相当時間経ってるんですけど、未だに U ターンがきれいに決められないという、そういった人ですんで、できればですね、ごちゃごちゃしたところは私が先に走っていって、先の状況を確認して、嫁にこっち来いよというようなスタイルが結構あるもんですから、そういった時にですね、やはり通信が確実につながるということが最も重要で、Bluetooth はですね、複数台で通信できたりとかいろいろあるんですけども、我々夫婦のツーリングスタイルとしては、ヘルメットでパッと装着して確実にその2台がつながってくれることが最も重要ということで、1対1の通話っていうのが実は一番重要なんですよね。Bluetooth のような、高機能な、通信機能っていうのはあまり必要としてないんですね。携帯電話をつなげたりとか、ナビをつなげたりとか、そういう予定もないので、むしろこの1対1、1対1だけど確実につながってくれる、そういう方がいいかなと思って、この製品を選びました。それとですね、もっと重要な点、これ、電池で動くんですよね。乾電池で稼働するというようなものになってます。Bluetooth のものは、リチウムイオン電池などを使って、充電式のものが多いわけですけども、先ほども言った通り、うちの嫁というのは年間に1、2回のツーリングしか行かない人なので、そういった人をですね、パッと連れていくときに、充電してなかったとかそういうことがあるとかえって面倒くさいと、いうこともあって、この乾電池を使う製品を選んだと、もしかしたら製品を選んだ理由としてはこれが一番大きいかもしれないですね。それとですね、この EasyTalk、 これはですね、安価な製品ではありますけれども、やはりそれでも価格にして定価2万円だったと思いますけれども、それなりのお値段するんで、まあ、電池の劣化ですね。リチウムイオン電池っていうのは皆さんご存知の通り、充放電の回数によって電池がだんだん劣化してくるわけですね。まあ、そうなってくると、いつかは、まあ、サービスに出さなきゃいけない、メンテナンスに出さなきゃいけないということがあるわけですが、これは乾電池なので電池さえ入れ替えれば OK と。確か充電式の電池も使えたんじゃないかなと思います。まあ、そういうことで、まあ、たまにしか使わないし、1対1の通話が何より重要ということで、まあ、そういう意味では、最も、うちの夫婦にはこのイージートークが適しているかなと思って選びました。あと防水ですね。これは IPX5 相当ということですから、まあ、かなりの雨当たっても大丈夫なんじゃないかなと思います。あと無線資格不要、まあ、これは当たり前ですね。裏面を見ますと、まあ、こんな感じの製品になっております。本当はこれの初代モデルの方が、これ電池、単4アルカリ電池、使うわけですけれども、初代の製品は確かこれ電池1本だったんですよね。なので本当は、これクールロゴ2じゃなくて、初期の製品がいいなと思ってたんですけど、すでに廃盤ということで、まあ仕方なくこれを買ったということです。それではですね、この箱を開けてみたいと思います。それではですね、ちょっと開けてみます。おー、なるほど、こういう感じになってますね。まあちょっと開けてみましょうか。はい、製品2つ入ってますね。ちょっと開けてみたいと思います。はい、製品を取り出しました。本体はこんな感じですね。アンテナはわずかな柔軟性がありますね。それほど、無線機のホイップアンテナみたいに柔らかいというわけではないようですね。この辺りはオンオフのスイッチとボリュームとかになって、あ、ボリュームはこれですね。この辺りのスイッチは何に使うのかな。これ確か、電池を入れるんちゃうか。これ違うかな。これは無線のマイクのアームですね。適切な、このマイクの曲がりは結構適切な硬さでいい感じですね。あと表面も、ビニールというか樹脂でコートされているので、おそらくサビにも強いんじゃないかなと思います。風防は取れるのかな。取れるようですね。マイク本体はこんな感じになってますね。はい、このインカムの風防も本当はビデオカメラの風防みたいに、いわゆるぬいぐるみみたいなやつ、あれみたいなやつだと効果が高いんですけど、大概はこのスポンジタイプですね。マイクのですね、まあ、ウィンドマフ、あれは本当は、ビデオカメラによくついてる毛がもじゃもじゃしてるやつの方が効果は高いんで、本当はそういう方が、まあ、スタイル的な問題だと思いますけれども、スポンジになってるのは、まあ、本当はですね、効果としてはあっちの方が高いんですけどね。お、よく考えたらこれスピーカーがないな。スピーカー、あった。ここですね。付属品がないかと思いましたが、ありましたね。あ、これスピーカーですね。これはヘルメット内に、つけるための、まあ、テープ類ですね。多分マジックテープとか両面テープになってるのかなと思います。まあ、テープはともかくとして、じゃあスピーカーをちょっと出してみましょうか。はい、スピーカーはこんな感じですね。8オーム 0.5 ワット。ああ、なるほど。スピーカーの方にもスポンジのカバーがついていて、これはまあ耳に当たった時に痛くなりづらいということで、これはいいですね。そうですね。あとスピーカーもかつてのインカムよりは相当薄くなっているという印象ですね。これであればヘルメット内でもそんなに邪魔になることはないんじゃないかなと思います。なるほど。それではですね、今日 SHOEIさんの、私が普段愛用しているネオテックを持ってきたので、ちょっと貼り付けしてみたいと思います。はい、スピーカーと本体はこういうコネクタでつなぐようですね。はい、このコネクターは一度刺すと抜けづらい構造になってくるのか、腐れば抜けるようですけども、結構しっかり止まるんで、これはいいかなと思います。あとヘルメットにつけるときですけれども、この、クールロゴイージートークはですね、ここ、クリップがついてて、ここをヘルメットの、シェルと内装の間ですね、わずかに隙間があるというか、そこ、少しこう隙間を開けられるようになっていると思いますけど、そこに入れる感じですね。ちょっとやってみましょうか。はい、私の場合はこっちが、こっちにつけることが多いので。ここかな、こんな感じですね。もうつけるのも簡単ですね。今日私のこれSHOEIのネオテックですけども、これシステムヘルメットなんでどうかなと思ったんですけど、これシステムヘルメットでも難なくつきますね。これはなかなかいいですね。あと私ヘルメットを複数個持っているので、簡単に付け外しができそうなので、これもいい点かなと思います。あとスピーカーを、これ、内装の間をきれいに通すのがいいと思いますけども、ここにスピーカーを収めるという感じですね。はい、ここ見えますかね。今スピーカーを置いてるだけですけども、やはりSHOEIさんのヘルメット、最近、OGK カブトさんとかもありますけれども、ここにインカムのスピーカーを収められるような、くぼみがあらかじめついているので、こういった薄型のスピーカー、収めやすいですね。そうですね、私の場合は、マジックテープでつけようかなと思います。はい、ここ、内装の間を通してですね、やると。あとですね、今まで通常私はツーリングの場合は、アマチュア無線の免許を持っているので、Icomの IC-T90 という無線機を使っています。で、ここには通常、私の場合はケテルの昔の、金属ボディのインカムをつけてるんですけども、それと比べるとですね、相当付け外しも楽そうで、いいかなと思います。あとこの本体ですけども、そんなに重くないですね。ややですね、ここにこういうものがついてるとちょっと、重たいような見栄えになると思いますけども、そんなに重くはないです。なかなか良さそうな製品ですね。あとですね、私ヘルメットを落とさないようにヘルメットを地面に置くことが多いんですけど、これこっからコードが出てるんで、ちょっとこの場合ヘルメットを地面に置くときは、注意が必要かなという感じがしますね。あまりいつも通りヘルメットを置いてしまうと、ここ、折れ曲がったりとか、ここがちょっと断線する可能性があるかなという気がしないでもないですね。いずれにしてもですね、おおむね使いやすそうな製品だと思います。で、明日天候が回復するということなので、ツーリングに、嫁と行こうと思ってるんですけども、どれぐらいの使い勝手かということに関しては、また、改めてご報告したいと思います。それでは。